どうもねずっちです。うちの奥さんがね、毎朝ですねスクワットをやってるんですね。本当欠かさずね偉いなと思いますね。やっぱちょっとね自分が年取った時に備えて足を鍛えておこうとそういうことなのかなと思ってね聞いてみたらね全然違う答えが返ってきましてね、これやっとくとよ夜の酒がうまいんだって言ってましたね。お酒を飲むために体を動かす悪いことではないと思いますね。スクワットというのはね例えて言ったら有望な新入社員と一緒だね。どういうことかってしゃがみ込みますってね。ねずっちです。ではまた。